けクイズ。なんだそれは。すごい、2回同じことが。ということで、お久しぶりです、皆さん。おかえりなさい。2週間ぶりぐらいで、すみません、2週間ぶりに皆さんにお会いできて嬉しい限りでございますが、はい、イタリア旅行、お土産買ってきましたよ。ありがとうございます。嬉しいですね。そう、動画でもね、前回ね、出てると思うんですよ、その様子で。いろんな場所に行ったんですけど、似合うようなお土産は売ってるわけですよ。なので売ってるかな。売ってたよね。売ってる。もうこの人のために作られたんじゃないかなっていうのがイタリアに売ってました。そう、そう、はい、当初この企画やる予定なかったんだけど、え、これあの人の土産じゃん。そう、これもそうじゃん。じゃあもう企画にしようっていう。なるほど、土産発信なんだ。土産発信。今から一つずつこの人のお土産かなっていうのを出していきます。自分のお土産かどうかを予想してください。当たった人はもちろん持ち帰れます。はい、それが自分のじゃなくて他の人を選んでしまったら持ち帰るって言います。全員ね、正解して全部お土産持ち帰ってください。これは物が出てきて、はい、これは俺のだって自分のやつをあげるって感じですか。そうです、最終的にはもう最終ジャッジでこれが俺のです。あ、なるほど、全部を見た上でこれが自分のだっていうことですね。そうです、わかりました。一つのお土産で3人が被る可能性あります。いや、これ俺のだ、これ俺のだ。なので自分のだけ、一品だけを見抜いてください。わかりました。そのさ、当てれないのをさ、なんかこっちのせいみたいにしてるけどさ、向こうのその合わせ方が悪かったっていうことじゃないんですか。むしろ俺らが悪いんかっていう話ですよ。いや、その、いや、その当てれなかったらのさ、なんか向こうがちゃんと寄せ切れてないっていう節ないんですか。あなたたちが悪いです。それほどピンポイントにこれだっていう感じってことですね。理由がちゃんとしてますから。そう、ちゃんとしてる。はい、僕らに非があることは絶対にないです。絶対にない。ゲームマスターって、むずいな。まあまあ、もらえる側ですから、何も言えないけども。いや、そうです。マイナスはないですもんね、こっちにね。お土産は6つ買ってきてます。6つ？メンバー4人プラスコタ分、おー、プラス1つダミーが混じってます。ダミーってなんだよ。ダミーお土産。確かに捨て土産です。それを取ってしまったらもう騙されてますから。その粒見抜いてください。なるほど。じゃあそれでは早速1つ目のお土産から。楽しみ。しゃ、楽しみですね、これは。オルタナチャンネル1つ目のお土産はこちらです。うわ、仮面舞踏会。あ、でも俺これね、マジでわかるよ。これでもそうっすよね。そういうことだよ。うわ、マジでだから、うん、いいですか、言っちゃって、うん、はい、マスカレード。おれー、うれー、仮面舞踏会で、最近ミニアキースでマスカレードって曲を出したんですよ。うん、そのトラックを作ったのは K なわけですよ。うわー、あ、俺の方。DJ の俺がつけるやつ。これで正直、うん、俺タイガにこれって、うん、うん、人のかもしれない、あんまつけないでください。人のかもしれないんで。これだとするじゃないですか、はい、ボケじゃん。いや、俺でもボケでしょ。俺だったらしっくりくるんですか。あ、でもなんか良さそう。ケイならいけるみたいな。俺ならいける。今のタイガの髪色にこれ合いそうだけど。いやー、確かにな。まずタイガに、え、タイガめっちゃ合うじゃん。だからこれでピンクとかだったらもう、ま、間違いないじゃないですか、うん、そのメンバーカラーだったら、うん、でもそれじゃないからちょっと悩みますね、どっちか。これ、まあ、ダミーの可能性もまだありますね。ボケ要素というか、うん、動画用感が強すぎるというか、うんうん、確かに、うんうん、だから本当のお土産でこれを買ってくる人だったら、うん、変態おじさん。変態おじさん。変態おじさん。危ない、危ない動画に出てきそうな。これなんか多分下全裸っすよね。すごい頭の上にぴったりフィットしてるのかな。まあ奥はないな。あ、ないかい。ないかい。ぴったりフィットしてる。ゆかりがないね。まあ確かに。いや、渋ジャポさんなんかちょっとしっくりきてるんですよね。いや、確かにちょっとありえるな。うん、似合った。ああ、怖っ。ゲームマスターの笑い方してる。怖いな。似合ってます。おー、あー、いいね。どうですか。いや、ありえるありえる。なんか髪と相まってなんかすごい女性感あるね。意味不明。女性感ある。物がしっかりしてますね、これ。そう、絶対タイガだよ。可能性あるな。絶対タイガ。タイガさん可能性あるな。ライブでつけてくれっていうメッセージ。そうだね。だとしたら俺らのブランディング知らなすぎるでしょ。これつけてライブしてくれて。コントライブじゃないんですか。違うよ。違うか。コントライブやめて。コントライブエラーじゃないですか。めちゃくちゃかっこいい感じ。まだ最後にその発表してもらえばいいんで。はい、なるほど、ありがとう。まあでもちょっとこっちより置いておきましょうか。はい、多分この2人どっちかですよ。じゃあ2つ目のお土産こちらになります。へー、
本って言ったらね、メデューサといえばまずは開いてみていいですか。はい。あメモ用紙だ。メモ用紙だ。こちらはですね、フィレンツェの美術館で、はい、買いました。フィレンツェ。じゃあ1個目もどこで買ったか言いましょうか。知りたい、はい、こちらベネチアで買いました。ベネチア。映画が有名なとこでした。ベネチア映画祭じゃないっけ。そう、ああ、ね、確かありますよね。水の都で、あのワンピースの舞台にもなってね、そう、出せるの、出てきたもんね、この絵がちゃんと飾ってあるところです。おっくんなんかメモ取るじゃん。まあ確かに手書きで取るタイプというか、確かに確かに、そうですね。おっくんだよな、これは。そうですね、だからメデューサが気になりますけどね。見た目だけで言うと K に似てるじゃないですか。おお、確かにメデューサか。髪型も一緒、髪長さとかね。確かに確かに、こういう顔もしますし。メデューサってなんか大食いみたいなデューサあったっけ。目を見たら石化するやつよね。そうですよね。じゃあフィレンツェのウフィッツィ美術館にあるカラバッチョのメデューサの首という作品がモチーフになったノートでございます。へぇー、どういうメッセージがあるんだよ、これは。首、お前は首だっていうメッセージ。すごいメッセージ。お土産で首を伝えられる。色もちょっと緑っぽい。あー、確かに。イタリアっていうとルネッサンスのこの美術がものすごい展示されてあって。なるほどなるほど。で、その中でもかなり歴史的価値が高い、うん、この絵画がノートになってるっていうところで、美術センスというかこの良さを分かってくれる方に買ってるんじゃないかなとか。なるほど、まあ可能性ありますね。まあ、あと柴田さん絵描くからなんか描いてくれみたいなね。あれ、そう。じゃあちょっとこっち側に置いておきましょうか。はい、そう、どっちか2人だな。うん、じゃあ続いて3つ目の、はい、はい、お願いします。3つ目はこちらになります。おお、おお、こちらローマの T シャツになります。ロマ T だ。こちらローマで売っていた。これサイズ感で結構ヒントがあるんですよ。そうだね、確かに。正直 XL じゃなかったら俺じゃないわ。L かな。これコロッセオの。そうですね、そう、格闘技場コロッセオ。そうですよ、これがローマ、ね、昔のね、闘技場、つまり格闘技好きの人間、ね、しかもピンクのというね、あー確かに。これだとしたら正直嬉しいっすよ。そうなんだ。なんかデザイン可愛いし、夏とかにね。これローマのお土産屋さんで売っていたもので、ローマのもうほんとど真ん中にコロッセオってあるんですよ。へー、すごいね。もう突然街歩いたってめちゃめちゃでかいから。建てられたのが1世紀1世紀、2000年前とか。そうなんです、2000年前とかなんだけど、高さがビルの 4、5 階ぐらいあるの。へー、とんでもない、とんでもない、とんでもない。へー、見上げるぐらいの高さで、100年ぐらいの人がこれ本当に作ったのってぐらいの、それぐらいのロマンを感じて思わず買ってしまったっていう。そう。で、これ聞いた時びっくりしたんですけど、当時このコロッセオって屋根までついてたんです。ああ、そうなんだ。ドームなんだ。ヨットの帆みたいな布みたいなこう天井にバッて引いてあったぐらい。そう、それくらい進んでたんですって。すごい。ローマって首都ですか。ローマ多分首都なんじゃないかな。いや、ミラノでしょ。日本でいうとどこぐらいの感じなの。結構田舎の方なのか都会。いや、都会でもあるんじゃないですか。もう大阪ぐらい、京都ぐらいの感じ。京都、大阪。ああ、そうなんだ。ミラノが東京みたいな。はい、首都ローマです。おい、ローマです。ローマに決まってるじゃん。俺たち言ってるから、ローマ首都なんだよ。間違えるわけないじゃん、こっちが。一緒にびっくりしたけど、すごい正解分かったな。こっちが間違えるわけないじゃん。ローマ、ローマ。うわ、はず。京都、大阪とか言ってる。うわ、はずい。めっちゃ東京だった、ローマが。めちゃくちゃ東京。そうなんだ。あ、そうですか。すいません、本当に。首都にそんないきなりドーンってあるんだね。じゃあ東京ドームのアニメーションがあるね。そうで、まさしく東京ドームと同じ5万人入る規模なんですよ。そうなんだ。そうだ、当時それだけの人が集まるところを作ったってのはものすごいっす。それがやっぱ詰まってるローマ T シャツ。いや、でもね、なんかすげえよく喋ってたんだよね。そうなのよ、急に。ダミーなんじゃないかっていうぐらい、ロマンすげえよかったっすよ。そう、そんなのヒントすぎない。つい買っちゃったって言ってた。理由は全部後付けの可能性もありますよ。まあ、そう、バーって買った後に。確かに、確かに。それが怖いんだよ。タイガリ
つを。まあそうですね、才賀さんの可能性ありますね、そっち側で。嬉しい、基本ね。じゃあ続いて4つ目こちらになります。シャトー出ました。砂糖の意味シャトー、シャトーはちゃんと斜めっとる。あーすげー、やだな、まっすぐにしたくなる、はい、なるねー。こちらピサのシャトーのボケ、あ、ボケ、置物になります。そうです、はい、置物です。これもピサのシャトーの周りにお土産屋さんがめちゃめちゃたくさんあるんですよ、うん、で、やっぱこれ観光客が一番買いたがる。いやこれはお茶目だな。オルタナ君みたいになってますよ斜めってました。これ斜めってたんですよ、本当に。これなんでかっていうと、そこの場所が地盤がめっちゃ緩かったらしいんですよ。ああ、なるほど。だから1段目立てた時にもうその時点で固めちゃったらしいんですよ。へえ。なので2段目からは調整するようにちょっと逆に立ててるんですよ。なるほど。それでバランスを取るようになんとかしたんだけど、それでもう立った時にもう傾いちゃった。へえ。これ本当に1990年代にもうマジで倒れそうになったと。いやまあ確かに確かになりそうですね。だから一回これ工事入ってクレーンで引っ張ってます。だから今傾きは昔よりか直ってる。そう。でもそれでも傾いてます。これをプレゼントしたい相手がいるのかっていう話ですよ。 K とかなんかそういう置くもの好きじゃないですか。置き物、はいはいはい。もしかしたらそのイメージがあるのかもしれないですよね。これをもらって喜びそうだったら K な感じ。まあそうですね。ちびちゃみさんはあまりこうね、家に物を増やしたくないタイプとしてますし、奥君も一人暮らしを始めるっていうことなので、はい、今実家ですね。そうそう、あんまりこうね、物をインテリア置くっていう感じもない気もしますね。で、俺なんかあんまね、喜びそうないじゃないですか。いや、それタイガさんだったらどうすんすか。お前はタイガさんだったらどうすんすか。これもらっても嬉しくないってことでしょ。一番でもなんかこう、性格が斜めってのはタイガさんですよ。シャカマ。シャカマ直しとこ、直しとこ。直ります、直ります。直しとこ、あー傾き直りってください。直んない、直んない。シャカマ代表です。いや、これもちょっとダミーに見えてきた。いや、まあこれダミーっぽいね。これサムネ用。サムネ用、あ、サムネ用すごい。ありえるよ。灰皿じゃないですか。斜め灰皿じゃないんだけど。そうですね、こっちですね。これはダミー予想で、はい、ダミー予想ですね。続いて5つ目、残る2つですよ。なんだ次は、はい、楽しい。パーティーの始まりだ。こちらになります。お、こちらピザカッターになります。これ、あらってことは、これはこれは確定じゃん。これ、これちょっとちょっと開けてみていいですか。え、これさ、めっちゃおしゃれだよ。一番物が急に良さそうだ。これ嬉しいよ、もらえた。これ嬉しいっすよね。これ、ベネチアで買ったものに。うわ、手鏡ぐらい、すごい反射してる。そうだね。てか、おっくんってこと。まあ、おっくんだろうな。いや、さすがにそうじゃないですか、ピザ買ったわ。これ嬉しいね。これは嬉しいっす。俺だろ。え、そっち。え、そっち。え、俺じゃないの。俺じゃないの。だって俺よく家でマルゲリータ作りますって話。うわー、確かに。でも俺よく食べてる。食べてる。生産者と消費者だからどっちかというと消費者の方じゃない。いや、でもこれを使うのは生産者が切って、おお、確かにするんじゃないかなって思って、正直Kかなって思った。あ、本当ですか。じゃあそうなのかな。俺奥君だろ。ですよね。あー、いや、俺Kが作るイメージがあるんで。だって奥君は結局切られたものを手元に受け取るだけでいいよ。切られずみを切らないか、奥君。そうなの。このまま行くか。なんなら手でちぎったりさ。いや、そんなことないですよ。手でちぎったことないですよ。いや、それ何ですか。何ですか。いや、それ作る人でしょ。そんなにしないじゃん、アニメみたいな。焼いてないし。外から、外から焼いてないしね。ちょっとガラス、すごいガラス細工みたいになってますね。そう、ベネチアってガラスがすごい有名なんですよ。名産品なんで、ピザカッターにその持ち手がガラス細工になってるっていう。すごいわ。高そう。これは結構ね、工芸品として完成度が高いものになっております。へー。じゃあ今のところは、まあどっちか、KK か、おくんか。確かに。まあ全部出そうってからね。シブジャパさんっぽいものないっすね、今のところ、正直。だから、そうなってくると、これ欲しくなってるじゃないですか。まあ色的に。まあ確かに、色的にはそうなんですよ。そうなんですよ。わかんないな。コタもないっすね、ちょっと。これコタの可能性あるじゃない。でも、なんですか。一番イタリアっぽいもんあげとくかみたいな。いやいやいや、それダミーの時と何が違うんですか。いや、これ逆にコタ裏方みたいな。
ナマスカレード目立ちすぎでしょ。裏方つけてた悪目立ち。あ、これはコタ企画書くみたいな。コタも意外とメモ帳にメモるわ。え、あ、マジっすか。可能性ありますね。ほら、あサイズ一緒やん。そう、コタもこのサイズのメモ帳に企画の時とか結構大人っぽい字書くんですよ。で、僕はちなみに手帳というかメモ用紙は このサイズ。でかっ。先生のサイズじゃん。このサイズ、このサイズ。このサイズ。あ、じゃあこれコタの可能性出てきた。可能性もありますね。出てきたね。コタは自分で今のところこれ俺かもみたいな。あ、この中だったらそのメモかなと思って、トウキさんが自分美術館好きっていうの知ってるんで。あ、じゃあ絶対コタじゃん。美術館好きなんだよ。モテようとすんだよ。かっこいい。怖い。高校球児が美術館好きなんてないだろ。令和さんの先輩怖い。いい加減にしろよ。あんな飯かっこみたいみたいな。大盛り飯屋さんでしょそれ。ちょっとやめてよ、ちょっとそんな。いいじゃない。カップヌードルミュージアムでしょ。いや、すごいいい趣味だね。かっこいいね。意外といい趣味してんだ。ギャップ萌えじゃん。確かにギャップ萌え。いや、最後のでこれで決まるか、それとも入り乱れのか。はい、それでは三つ目お願いします。最後はこちらになります。わー、おー、こちら剣闘士のフィギュアですね。コロッセオで戦っていた剣士がモチーフになってる首振り人形でございます。これでもちょっと兄ちゃんっぽさあるんですよ、俺的には。格闘家ってこと？うん、格闘家。アーチュレッタ好きじゃん。まあ、確かにちょっとアーチュレッタっぽいわ。ね、アーチュレッタって何ですか？アーチュレッタはめちゃめちゃ強い海外の選手、うん、ライジンのチャンピオンですよ。で、あの入場の時にこういうのかぶって感じてくるんですよ。あ、へえ。これ首がね、すごい触れるんですよ、ね、かわいい。そう、これもローマね。あ、そんな触れる。もぎちゃん、もぎちゃん脳みそ揺られて負けちゃう。こちらもローマのお土産屋さんで買いました。逆になんか、内藤がこれかわいいなとか言って買いそうだなとか。うん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 、そうですね、この狂気、狂気じみた感じ。そこは内藤さんが好んで買いそう。普通にダミーとしてね、ダミーがこの中には一つ混ざってるんで、確実に、うん、それぞれの価格とか、うん、価格ね、あの興味として知りたい。ちょっとうろ覚えなんですけど、仮面がだいたい8ユーロぐらい、だいたい160円ぐらいですね。そうですね、1ユーロ1200円とか1300円とか。ピサのシャトーが10ユーロ。ああ、そう、2600円ぐらいですね。ローマの T シャツが12ぐらいだったかな。12ユーロで、でも安いよね。まあまあ、それ2000以下ぐらいですね。デモートが8ぐらいだったかな。まあ大体それぐらいってことか。ピザも8ぐらい。あ、そうだった。でも2000以下ぐらい。そう、それくらいで統一してるはずです。大体値段帯は同じぐらい。ありがとうございます。チャンネル登録よろしく。さあ、こっから最終決定のゾーンに入っていきます。はい、これはコタだよ。コタ100。美術館、美術館とメモ、で、俺かこれ。これすごい星があるじゃん。もうさ、星ぞ、ベタボレじゃん。俺しかいないもん。しっくりきてないですよ。で、渋谷がつけてるの見たいっていう。見たい、うん、内藤さんの。あるあるある。そんな性癖ない。それそういう性癖あるからな。俺渋谷に出したら面白いじゃん。そんな性癖ないよ。渋谷が、渋谷がって言ってそうな。じゃあみんなと意見違うか。俺これタイガーで、これちょっと KK に似てますよね。確かにちょっと K も格闘技好きっていうのはね、あるんで。で、オッケー。下がダミー。これが、これがどっちか KK。 KK っぽいものがね、まだ KK っぽいものこれなのか。でもそうすると僕なくなっちゃうんですよね。そう、まあ一旦これ渋谷さん予想。いや、いいんじゃないですか。でもコタのはみんなあれ共通でコタじゃない。そんな感じがしますけど、でも奥君っていう可能性もやっぱあるんですよね。タイガさんとか。俺ピザが K だと思っちゃってるんで。そうか、そうか。俺がマスカレード。でもマスカレードどっちかでしょ絶対ね。でもこれダミーの可能性もある。それダミーだったらやべえな。ダミーが結構ね、かき乱す。おっくんパンがないんで、これがおっくんっていう商業法にもなるわけですよ。で、コタがシャトー。で、シビジャップさん T シャツじゃないな。やっぱこうなるか、そしたら。まあ、マスカレードないと思う。青だって仮面屋さんあるかな、シビジャップさん。ないんよ。もう色だけで。色、まあでも確かに色ありえるな。消去法の一番最後の選択肢みたいな。あ、ちょっとおもろいじゃん、これ。うん、確かに。
これがまあダミーみたいな。これでもないとこの後ろに置いときたいな。そう、後ろに置いときたいなみたいな感じかな。なるほど、変わってくるね。結構変わりますね。ケイ君も俺はまたちょっと違いますね。おぉ、ピザカッター俺で意外と仮面がおっくんかなみたいな、ボケとして。そう、ボケとして。で、この色に関してはやっぱイタリア楽しんでる最中に購入してるんで、そのところまで見えてない。あんまりそこは気にしない。色見えず、こんな派手なのに。そう、色はあんま気にしなくて、まあ、このもう合わせはないけどね。うん、そうそうそう。まあそうか、これが渋ジャパさんかなっていう。おー、うん、なんかね、まあでもね、猫ちゃん家いるから置物はあげないかとか思ったりもするんですけど、なんか渋ジャパさんに似合うんですよね、俺の中で。これ、まあ、確かに一瞬俺を見た時マーベル系かなと思って、うん、あー確かに、うん、ちょっとね、こういう系確かに俺好きっちゃ好きだから。兄ちゃんっぽいものが俺の中ではないんですよ。うんうんうん、それもそうだな。うん、で T シャツっていうのもお土産としては結構ベタじゃないですか。これ逆にダミーっていう可能性あるなって。おー、はい、メモ帳兄ちゃんは使わないからベタ。ちょっとわかんないっすけど、まあこうなるな。なんでそれ。消去法やな。これなんで。消去法やな。消去法だな。じゃあ T シャツの方がまだあるんじゃない？これダミーで。じゃあ T シャツだな。じゃない？うん。理由的にはね。こうですね。うん、うん、変わる。みんなやっぱ違うね。変わりますね。僕はでもやっぱさすがにこうでしょ。まあね。正直。正直ね。こう裏読みしなければ。うんうん。で、このピザカッター僕ですわ。ピザカッター取り合いになる。一番欲しい。ピザカッター欲しいんだよな。欲しいんだ。なんかこう狂ってるから KK っぽいみたいな言われてるかも。K たまにこうなるときあるもんね。そう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 。あらららら、パニックになってる。これお兄ちゃんに怒られてるって聞こえない。でもこれ渋谷さん、ローマイタリア、何もないもんな俺の。これかな、シャトーかな。おー、はいはいはい。もうじゃあ全員違いますね。全員違うの。違いますね。一応コタのも聞いてる。あ、コタの意見。コタが割とむしろ確定が多いよね。コタのメモが、うん、結構コタメモが。シブジャパさんとなんか似てる気がします、ね。じゃあこうだったね。これで、うん、これが奥君。奥君か、うん。これがタイガさんで仮面がシブさん。やっぱ色で。まあ色そうか、色な。そうですね。確かにな。これが一番しっくり。確かにそれしっくりくるか。今朝置物の感じがなんか、ね、確かにちょっとあるよな。俺って置物のイメージあるんだよ。なんだろう、なんか好きそうな感じ。直感です。でもここ逆の感じも。これ、まあ、こっち KK さん出た時 KK さんかなと。で俺は、で俺はその俺のこと考えてるその、あ、置物、置物なんで置物なんだよ。なんで置物なんだよ俺は。なんで俺は置物なんだよ。盆栽とかね。盆栽、あ、そうですそうです。何、盆栽とかなんだよ。盆栽とかあげるし。盆栽とかあげるし、なんだよ。盆栽の返しで、新居に置いて、新居に置かないだろ。これ、これかな、じゃん。盆栽、盆栽っぽいのか。いや、ほら、ここは盆栽っぽいでしょ。これじゃ松、ま、赤松、赤松。でもありえるか。じゃあ、それでは最終決定いきますか。はい、トックから。はい、まあ、もう皆さんのね、意見をね、はい、こう真摯に聞こうと思います。これやピザ、俺はピザや。絶対ピザ、もうこれ。浅倉にピザ買った。絶対ピザ俺だった。マジか。絶対、絶対ピザ俺。まあ、うん、いやいや、ケイ君のイメージはね、そこまでないよ。それオルタナの実践作ったことって1回ぐらいでしょ。うん、すごい。でも俺がピザ食べてるシーン思い返して、ピザから喧嘩になるじゃん。10回はある。ほんとピザ、うん、絶対ピザ。すごい、ピザのピザ、ピザ、ピザピザって10回。ピザ、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 これは誰の？ピザ。いや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 、意味わかんない。俺、俺、俺ですよ。じゃあ、奥君一応、じゃあ手元に待って、はい、はい、続いて、渋谷君は。はい、僕はもうこれです。マジ、この色でもう青という、だって他ないもん俺っぽいもん。まあ、ないですよね。まあまあ、そうなんですよ。で、まあなんかこう猫も遊べるじゃんみたいな。あ、これつけて追いかけさせるみたいな。確かに確かに。それはいいや。それいいですね。うん、仮面夫婦に、ね、ならないようにだけ気をつけていただいて。じゃあ経験か。めちゃめちゃ仲良しだ。根本から仲良しだ。はずいはずい。経験。いや、やっぱさすがに俺ピザ買ったな。なるほど。早いね。
もうどっちかもらえないですね。どっちかもらえない、そうですね。だからマルゲリータを作るっていうの結構言ってるんで家で、はい、家ででしょ言ってる、家で作ってるっていうのをよく言ってるんで、うん、言ってるかな、言ってますね。あ、そう、うん、奥くんはよく休むんで分かんないあー、すごい立ち合いがもうしっくり痛かったね。何等分にしてやろうかな。発達された気分、心をすごい持ってかれたワンピース。空気はコロッケをやってさあ、そしてタイガーはこちらピンクと、まあそのコロッセオ、あとまあ洋服みたいなこのイメージもあると思うんで、こちらかなという。なるほど、ローマ T シャツ、ローマ T で、ローマ T、いや全然ありえそう、今日の服にも合うよ。いや合いそうですね、うん、あ、いい、その淡いピンクとショッキングピンクが、ね、ああ、これはいいわ。こちらでお願いします。なるほど。はい、最後コタも自分がこれだと思うのを選んだって。やっぱりこれですね。まあ、なんでそれなんだっけ。美術館が好きです。モテようとすんだよ。だから、アップヌードルミュージアムでしょ。それも違うんだよ。イタリア行く前か後に、はい、トモキさんと美術館の話をしたんですよ。おマジで好きそう、コタ好きそうだったっていう話をした覚えがあって、ベネチアの、そうですね、イタリアね、コタ好きそうっていう話を好きしましたね、うん、それもちょっと関係あるかなっていうので、まあ、うこちらを予想で。なるほど。じゃあそれでは一番自信あるのからいきましょう。美術館のノート、こちらのお土産は、こちら先ほども言ったようにフィレンテのウフィッツィ美術館。それはもう内藤さんが言ってあげてくださいよのガラバッチョという、ね、でこれちょっと残酷ないじゃないですか。これ本当は縦に描かれてるんですよ。縦に描かれてて魔除けの意味があるんですね。縦に、あ、縦に、あ、縦ほこ縦の縦に縦ってこと、うん、すいません、ほこ縦の縦ですに書いてあって魔除けの意味があると。で、コタくんまだ若い、24歳ぐらいなので、うん、悪い虫がコタくんにつかないようにという願いが込めてこちらになります。その理由は全然ないじゃん。ガラバッチョのメデューサの首の作品のノートのお土産、コタ用です。はい、ということでコタくん、はい、お持ち帰りください。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ということで見事正解でございます。続いて誰か自信がある方。じゃあ俺かな。はい、行きますか。はい、そちらのお土産は、ダミーです、はい、残念。まあ確かによう喋ってたもんな。ダミーに決まってるでしょ。ダミーだ、やっぱお土産感強いんで。そうでしょ、ザ・テーマ土産、ね、こちらローマでは買っておりません。え、イタリアの空港の免税店で急いで買って帰ったものになります。なるほどね、数合わせです。最後難易度上げようってことでダミー足そうっていう話になって、はいはい、プラスされたものですね。確かによく喋ってると、当てて欲しかった。めちゃめちゃ喋ってましたね。全く、ずっと殺すような話。これダミーって予想したの誰ですか。はい、おお、それすごい、はい、すごいわ。じゃあ兄ちゃんはもう持ち帰り不能度。持ち帰れません。そう、悔しがってるのに嬉しいじゃあ俺だ、これこちらの仮面、誰の名画、渋谷ジャパンくんで、当たった、当たった、おめでとうございます。やっぱ当たった、直感これだ。すっごい、色だ、色だ、ちゃんと意味があります。意味、はい、こちらベネチアで買ったんですけど、ベネチアって三大カーニバルの一つのカーニバルのお祭りがやるところなんですね。で当時なんでお面をつけてたかっていうと、身分の制度がすごくて、身分が高い人は低い人に話しかけたりとかっていうのがなかったんですね。
ただカーニバルの時期だけはそういうのを忘れて一緒に踊ったりしましょうという意味が当時あったそうなんですよ。渋谷さんといえば人見知りただ YouTuber ではもうトップですから身分の一番高いところにいるわけです。そんなことない。普通の人は話しかけられませんから。ってことは内藤さんも自分のことそう思ってる。俺も自分より勝ってますから。そんな上流階級の人見知りの渋谷さんでもこれをつければどんな人とでも喋れる。確かに確かに。そんな気持ちにするわ。つけるとつけるとあ、そうなんですね。人変わったみたいになる。喋りかけやすいでしょ。喋りかけられるか喋りかけられるか怖いですね。いや、やだわ、喋りかけられたら。聞かれる年代けど自分では行きやすいね。うん、行きやすい行きやすい。いいね、これよかったですね。俺、すごい陽気になってるもん。テンション上がる。これマジですごい。さあ、それでは続いてどうなっていきますか。じゃあ、もう同時に行きます。じゃあ、同時だから、あと残ってるのがピザ、ピザピザ、ピザピザ、ピザ、アーチュレッタ。俺がアーチュレッタな、このアント。うわー、猫ちゃんにゃんにゃんじゃないですよ。さあ、日本の乗りつかみどうですか。日本の乗りつかみ、日本のがイタリアの方が合うかもしれない。イタリアの空気の方が合ってた。イタリア行ってる間にお笑い変わりました。あー、ほんね。これ日本でも受け入れられてない。どこの国。さあ、それではピザカッター発表いきたいと思います。はい、やったの。さあ、果たして誰の誰なのか。俺誰、こちらのピザカッターは来い。恥ずかしい。ちょっと貸してもらっていいですか。隠れたい。奥君にはまあやっぱピザカッターでしょうと。はい。これは嬉しい。いいね。いやー、ありがとうございます。はい、でもまあ。やっぱ僕ですよ。これなんか、まあ確かにな。冷静に考えたら。これ実は俺たちも買うときに悩んだね。そうです。二人のパターン浮かび上がったの。うん。どっちのお土産にするか。とりあえず買って。他のお土産でその人の印象のがあるの出てきたら、うん、こっちの人にピザ買ったで、もう一つはこっちにっていう割り振ろうっていう。なるほど。で、どっちのパターンもありました。はいはい、あったんだ。そうなんです。このピザ買ったの後にピザのシャトーを買ってます。おということは続いてのプレゼントはこちらです。ピザのシャトーからこちらが KK のプレゼント、ピザのシャトーの模型になります。 KK の模型。あー、そうですか。なんで、はい、なんでわかりますかね。根性が斜めにひねくれてる。あ、わかった。俺わかっちゃった。何、傾いてる部分を奥さんに支えてもらいなさいっていう、そういうメッセージじゃないですか。深っ。人という字みたいな。深っ。絶対そうだよ。違うじゃん、クレーンで引っ張られるだけよ。髪の毛引っ張ってくる。どうですか。ちょっと喧嘩になった時これで。ドンキのようなもので死ぬぞ俺。狂気に使ってくれないでください。実は結構近いこと言ってます。そうですね。すごいです。やっぱこちら見た目通りピザのシャツってものすごい傾いてるじゃないですか。オルタナメンバーで最も生活習慣が傾いてる人に会いたい。先日大量のヘルペスが出ましたね。はい、そういうのを一回元に戻してほしいという、まっすぐになってほしいという願いも込めてこちらピザのシャトーケーキに。みんなで俺のこと引っ張ってください。これを見て、あ、これ傾いてるな、しっかり立たないとなっていうところで思い返してほしいなと思って。ありがとうございます。でもこれ俺持ち帰れないですもんね。あ、そうですね。メッセージ募集ですね。メッセージだけいただきます。最後のこちらがタイガのお土産でございます。うわー、どっちか。タイガさん格闘技のイメージがあるので、その格闘技の一番最初の格闘技、殺せよ殺せよということで、始まりですから、始まりをこちら選んでほしいなという願いということで、今回結果は5分の3お持ち帰り成功でございます。やだー。もうお気に入りです。普段からこれでつけて動画出ようかな。確かに、でもそっちの方が、うん、ずっと恥ずかしかったんですか。うん、ずっと恥ずかしい。10年間顔出し NG にしようかな。もう手遅れでしょ。こんなにヒットするお土産だったの。俺も驚きですよ。え、ちなみに内藤さんはマスカレードって曲知ってました。
もちろんじゃないですか。絶対しかない。アップルミュージック再生一番の上に出てきますから。東の再生数、再生数トップレートで東の再生数ということで、イタリアのね旅行の動画も上がってるので、はい、ぜひそちらと合わせて見てください。楽しみ。外したお土産もサブちゃんで持ち帰ってください。ありがとう。結局運転しますよ。交渉次第。交渉次第でございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。